今日の話はですね、私の考える自転車乗りにおすすめの体に良い食べ物、トップ3とプラスアルファということでお話をしていきたいと思います。いろんなですね、自転車競技をやってきまして、20年以上経ちますが、年齢を重ねるにつれてですね、やはり食事が大切だと感じることも多くなってきました。いつまでもですね、自転車を乗り続けられる体作りを一緒に学んでいきましょう。それではスタート。はい、どうもスタッフ健太です。スタッフ健太の自転車塾、今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。今日のお話はですね、私の考える自転車乗りにおすすめの体に良い食べ物トップ3プラスアルファというところでお話をしていきたいと思います。昨年のですね、11月で私41歳になりました。結構もうおっさんなんですけど、18歳の頃からですね、BMX の、フラットランドと呼ばれております、なんかくる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 回るような感じの、ものを始めまして、マウンテンバイク、あとロードレーサーとですね、いろんなですね、自転車競技をやってきました。自転車競技歴はですね、この41歳、というところで23年になります。年々ですね、体の回復力が衰えていくことを感じておりますが、まだまだ若い選手たちとですね、一緒に頑張って走りたいという気持ちはしっかりと持っておりまして、できる限りですね、これ毎日のトレーニングが充実したものになるようにとですね、この数年はですね、食事に関してきっちりと管理するようになりました。人間のですね、体は、口から食べたものでできているので、体を見てみるとですね、普段その方がどんな食べ物を食べているのか、どんなトレーニングをしているのか、生活習慣などをですね、見ることができると考えております。私自身ですね、これ30前半までは、毎日のようにですね、ハードなトレーニングをしておりまして、きついトレーニングの後でもですね、若い時には翌日体がですね、しっかりと回復しておりました。それがですね、35歳を過ぎたあたりからでしょうかね、体の疲れがなかなか取れづらくなり、毎日やっていたトレーニングもですね、1週間に1日2日ほどですね、休むようになってきました。もちろんですね、これ休むことも大切なことでありますが、一番ですね、自分が伸びていたと感じる時にはですね、30代前半の3年ほどの時ですかね、毎日の練習が本当にですね、楽しく感じ、食事の量もですね、これかなり多かったと思います。それだけ動いていたというところもありますので、その頃はですね、あまり食事のことなどですね、一切考えもしませんでしたが、35歳を過ぎたあたりでですね、自分の体をいかに回復させることができるのかということをですね、考える時がありまして、その頃からですね、食事について勉強をし始めました。で、自転車乗りにとってですね、体の回復というと、サプリメントだとかプロテインということをですね、考える方も非常に多いかなと思うんですけど、このですね、サプリメントとプロテインっていうのは、補助的なものとして考えていただいた方がよろしいかなと思っておりまして、一番考えなければいけない基本はですね、食事になります。例えばですね、脂質の多いものをたくさん食べていて、サプリメントを取っていたとしても、多少はですね、サプリメントプラスになるかもしれないんですけど、体のことを考えるとですね、やはり食事というものをしっかりと見直さなければいけないと思います。そこでですね、私の23年の自転車競技歴の中で、自転車乗りにとっておすすめの食べ物というものをですね、お話をしていきたいと思います。ここで言うですね、自転車乗りというのは、ロードバイクだとかマウンテンバイクなどの競技志向の方だけではなく、
まあ、ゆっくりとですね、ロングライドを楽しまれている方だとか、あとはですね、体のことを考えてダイエットをしているという方もですね、このお話、基本的には、学べると思いますので、ぜひ、最後までチェックしてみてください。それでは、一つ目からご紹介していきます。かなりですね、ちょっと長くなってしまいそうなので、次々とお話をしていきたいと思います。一つ目はですね、納豆ですね、こちらです。納豆、価格はですね、安くてタンパク質が豊富、そして、腸内環境も良くなりますので、ダイエットにも効果的な食べ物となっております。私はですね、これ毎日のように、まあ、2、3パックぐらい食べているんですけど、納豆はですね、特にこれ夜に食べていただきたい食事になります。人間の腸はですね、寝てる間に、活発に働いてくれるので、納豆をですね、これ夜食べることによって、効果を感じることができるかなと思います。朝起きたらですね、すぐトイレですっきりという感じになるかと思いますので、この納豆ですね、ダイエットにも効果的です。必ずですね、夜に食べてみてください。2つ目になります。2つ目はですね、これ納豆などの乳酸菌を多く含む食べ物とですね、組み合わせて食べていただきたいもので、無塩ミックスナッツとなります。こちらですね、私はですね、これ無塩ナッツ、職場にも家にもどちらにもですね、置いているんですけど、これ小腹が空いた時などですね、ちょっとつまめるのでおすすめです。はい。で、このミックスナッツですね、まあ無塩のものをチョイスしていただきたいのですが、これ3つから5つぐらいのですね、種類のナッツを選んでいただければいいかなと思っておりまして、個人的にはですね、アーモンド、そしてクルミ、カシューナッツですね、この3種類が入っているものをおすすめさせていただきたいと思います。ナッツにはですね、これいろんな種類の栄養素が含まれておりまして、タンパク質、ビタミン、ミネラル、そしてですね、食物繊維も豊富に含まれておりますので、先ほどですね、まあ、納豆の時に話をさせてもらったんですけど、これ乳酸菌とこれ組み合わせることによって、腸内でですね、この乳酸菌の、餌となる、食物繊維が、豊富に含まれているので、より一層ですね、これ腸内環境が、改善されると思います。ただですね、これ注意点としまして、ナッツにはですね、これ脂質も多く入っているため食べ過ぎには注意です。で、これ脂質というような言葉をですね、聞くと体に悪いと思ってしまう方も多くいらっしゃると思うんですけど、このですね、ナッツに含まれている脂質はですね、体に良い脂質となっておりまして、悪玉コレステロールをですね、減らしてくれる不飽和脂肪酸というものが多く摂取できます。で、私はですね、シーズン中、まあ、これ朝食にはですね、いつもこれオートミールにミックスナッツを入れまして、その上からですね、スープを入れたり、豆乳と蜂蜜を入れてですね、甘いデザート感覚で食べたりしています。はい。これナッツですね、サラダにも入れることができたりしますので、ぜひですね、この無塩ナッツ、チェックしていただきたいと思います。続いて、3つ目になりますね。こちら魚ですね、ここ最近ちょっとズイフトレースでも話題になった青魚となります。私がですね、よく食べている魚としましては、サバ、アジ、イワシ、そしてこれ青魚ではないんですけど、あとマグロですね。で、スーパーでですね、よく売っております、塩サバ、塩サバ、まあ、1枚100円ほどのものをですね、焼いてお昼ご飯などによく持っていくんですけど、面倒な時にはですね、まあ、手軽に食べることができます、サバの
缶詰ですね、特に水煮のものをですね、買って食べております。で、水煮のですね、缶詰なんですけど、これおすすめはですね、ちょっと高いやつ、だいたい200円とか300円ぐらいするものをおすすめさせていただきます。まあ、あの量が結構多く入っているので。で、これサバ缶をですね、ちょっと注目し始めたのは2015年ぐらいだったと思うんですけど、当時ですね、これ稲雨信州山形に、所属していて いた、中村龍太郎選手というですね、選手がいまして、全日本 TT をですね、勝ったり、実業団レースでもですね、ガンガンアタックをかけまくって、あの本当にすごい選手だなと思っていたんですけど、その頃ですね、中村龍太郎選手がよく食べていたのが、サバ缶だったんですね。これですね、同じ頃に、今のですね、世界のトップチームであります、イネオスですね、チームがあるんですけど、そのですね、イネオスの当時のチーム名がチームスカイというチームだったんですけど、これ世界最強チームだったんですよね。で、その頃ですね、青魚に多く含まれている EPA や DHA に注目しまして、選手たちがですね、これ多く摂取していたと言われています。このですね、 EPA と DHA には血液をですね、サラサラにする成分が多く含まれておりまして、このですね、血液サラサラ、まあ、どんな効果があるかと言いますと、例えばですね、強度の高いインターバルレースの時なんかは、筋肉の回復を高めてくれたり、心拍をですね、早く落ち着かせるという回復の効果があります。で、このですね、まあ、数日前なんですけど、あのズイフトのですね、レースで、あのスプリント合戦みたいな感じのレースがあったんですけど、そこでですね、足の回復、心拍の回復をですね、できる限り早くするために、まあ、このですね、お話を、まあ、チームメンバーのみんなにですね、させていただきまして、肉とですね、魚の割合を肉に、魚8、まあ、2対8にしてみてはというお話をですね、させていただきました。これですね、1ヶ月ぐらいで血液の、ね、循環が全部されるので、サバ缶1ヶ月ぐらいですね、まあ毎日じゃなくてもいいんですけど、しっかり食べてみるとですね、きっと心拍だとか足の回復がですね、早くなると思いますので、ぜひ、EPA、DHA を多く含む青魚注目してみてください。最後です、プラスアルファの部分ですね、これですね、ダイエットの時におすすめさせていただいているものなのですが、お粥になります。お粥意外と思った方も多いと思いますが、お粥ってですね、結構この時期、体に良いものなんです。私のですね、まあ、サブチャンネルでもお伝えしておりましたが、年末年始にですね、暴飲暴食をされて体重が戻らないという方はですね、ぜひこのお粥生活を始めてみていただきたいなと思います。お粥のですね、素晴らしい効果を今からお伝えしていきますね。暴飲暴食がですね、慣れてしまった内臓はですね、その後も多くを食べなければなぜか満たされないという体になってしまっています。で、脳内がですね、まだ足りない、まだ足りないと思ってしまっているんですね。で、そのですね、かなり大量の量を取り続けている、内臓はですね、まあ、疲労が重なって、食べ終わった後には、まあ、体がぐったりしている、そして、寝てもなかなか起きれない、そして運動もできない、また食べる、運動できないというですね、悪循環が続いてしまうようになっています。特にですね、糖質に関してはこれセーブが効かない方も多くなっておりまして、例えばですね、もう毎日のように甘いものを必ず食べてしまうだとか、ご飯などのですね、炭水化物を
たくさん摂取してしまうというですね、感情が出てしまっている方も多いかなと思います。私もですね、実はこれ若い時がそんな感じで、若い時にはですね、毎日朝ご飯ですね、2合ぐらいのご飯を食べて、お昼もですね、2合ぐらいのご飯を食べていたんですけど、まあその若い時にはすごいですね、朝早くから、めちゃくちゃハードな運動をしていたのです、そのぐらいの量を食べても全然体重はですね、すっきりとしていました。で、年末年始のですね、内臓疲労に関して、お粥から始めてみるのがおすすめです。お粥はですね、これ作ってみるとよくわかるんですけど、だいたいですね、0.5 合ぐらいで、水分量を、まあ、プラスにさせるので、だいたい 0.5 合ぐらいお粥にすると2合分ぐらいの量になってくれます。はい。そして、お粥はですね、かなり柔らかいので内臓の負担をですね、軽減してくれて、量をですね、これたくさん取ってもそこまでの内臓負担にはなりません。半分以上はですね、これ水分になっているんですね。で、私自身ですね、これ年始の、5日から7日までのですね、3日間、私自身プチファスティングというですね、断食のようなものをやっておりました。で、朝ごはんとですね、これ夜のご飯を全く食べずに、お昼だけをお粥にするというですね、食事です。まあ、お粥もですね、だいたい1合分ぐらいになるぐらいのお粥の量なんで、だいたい 0.3 合ぐらいかな、そのぐらいをですね、水結構多めで、やっていました。で、年末年始にですね、これ疲弊した内臓をですね、回復させるためですが、この3日間でですね、たった3日ですよ、たった3日で体重がですね、2キロ減りまして、まあ、体中のですね、ある程度そのむくみが取れた感じがしまして、一気にですね、体も心も内臓もリフレッシュした感じがあります。そしてですね、その効果は、トレーニングでもパフォーマンスとしてですね、しっかりと数値に現れております。疲れをですね、これ感じるところは、まあ、筋肉だけではなくですね、内臓も同じですね。年末年始のですね、これ体重増を感じている方はぜひですね、プチファスティング、お昼だけお粥にする生活ですね、プチファスティングをですね、3日間続けてみてください。このプチファスティングですね、お腹がどうしても空いたら豆乳をですね、温めて飲んで、できる限り早く寝る、そして昼寝もするというですね、生活をしてみてください。そしてですね、運動は、まあ、強度を上げずにですね、抑え気味にしておいてください。プチファスティングおすすめです。ぜひチェックしてみてください。という感じでですね、私の考える自転車乗りにおすすめの体に良い食べ物トップ3とプラスアルファという内容でですね、お話をさせていただきました。冬の間もですね、できる限り体重をキープさせながらしっかりトレーニングをしていきましょう。それではまたアップします。